はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もハリーポッター魔法の覚醒で遊んでいきたいと思います。本日はですね、グレートウィザードのトップ層の動画を見てたらですね、なかなかいいハーマイオニーのデッキを見つけることができましたので、皆様にシェアハピしたいと思います。では早速デッキの紹介になります。こちらが今日の主役、サイゴンさんのデッキですね。まずは共鳴の簡単な説明から。ハーマイオニーは呪文コストを3枚使用するたびに手札の中で最も魔力値の高い呪文カードのコストが半分になりますと。で、カードレベルが 50% の確率で最大、プラス1されますということでございます。じゃあ1枚ずつね、カードを紹介していきたいと思います。まず1枚目、サンダーストーム。このデッキはこのサンダーストームをいかに大量に出すかっていうデッキになってますので、これが手法になってます。サンダーストーム強いよ。そして次、三頭犬の子犬。これはやっぱ呪文を使うたびにコストがこう減ってって、もう最低ゼロでコストが出せるのでめちゃくちゃ強いですね。で、セクタムセンプラ。まあ火力、さっきのサンダーストームだけではやっぱ重すぎるので、敵を倒すときにセクタムセンプラも使いますと。で、ネビュラス。これは敵がやっぱサンダーストーム使ってきたりとか、モンスターいっぱい襲ってきたときに隠れてられるっていうことで入ってますね。で、エクスパルソ。まあこれもコスト小さい割にダメージ出ますからね。で、オパグノ。こちらもですよ、コスパめちゃくちゃいい。で、魔法の宝器はオパグノとセットで使ったりしますね。そしてポートキー。これね、瞬間移動するだけじゃなくてシールドも付与されるんですよね。ほら、シールドが付与された状態で移動します。ああ、これ知らなかったわ。味方ユニットは敵フィールドのランダムな場所に移動して、プレイヤーはランダムな味方フィールドに移動する。へえ、知らなかったそれ。でもパッと見るとですね、コスト2の呪文が大量に入ってます。1、2、3、4、5個。これをガンガン使いまくって、で、こっちのサンダーストームのコストをゴリゴリ下げていって何発も撃つみたいな感じですね。で、仲間カードを見るとやっぱり入ってくるハーマイオニー。これは絶対入ってくるよね。ハーマイオニーとミネルバ・マクゴナガルと、ロン・ウィーズリー。だからハーマイオニーで雷2発撃ちます。で、その後大体消されちゃうんでね、殺されちゃうんですけども、他はあとあれですね、召喚系に対応してるカードが仲間カードで入ってますと。これちょっと使いやすそうだよね。俺も後でやってみようと思います。そして対戦相手、対戦相手は旅人先輩でございます。これも超ざっくり説明すると、デッキ内にある魔力値が一番高い召喚カードの攻撃速度が 50% 上がります。そしてそのモンスターはですね、最大 HP の 50% のダメージを受けると2秒以内に 28% の HP を回復します。それが最大3回まで行われますよっていう共鳴ですね。めちゃ強いですね。ではサラサラーっとデッキの紹介になります。まずロコモーター、これが主砲ということで、この子が強化されるデッキです。で、クルーシオ、最近入ってきますね。クルーシオ強いからね。で、インセンディオ、マンティコア、浮遊爆弾、マタゴ。マタゴ嫌いなんだよな。モンスターブック、そしてエクスパルソと。まあ見てみると、なるほどね。僕も普段使ってるのに結構似てますね。うん、ロコモーター、この辺の3枚はセットだし、浮遊爆弾もまあセットになってると思ったら、うん、マンティコはマタゴら辺が普段僕はあんまり使わないかなぐらいですけど、うん、よく使われているデッキっていう感じがします。そして、仲間カードですね。ロン・ウィーズリーとアイビーとフレイ兄弟となっております。おお、なるほどね。なるほど。はい、まあ、今回ね、このサイゴンさんも旅人先輩もですね、日本のかなり上位にいる方なので、めちゃくちゃいい試合してくれてます。それでは早速見ていただきましょう。どうぞ。はい、日本11位対日本26位。すごいね、2人とも。え、12000。サイゴンさんやば、ランクが12000超えてますね。相当上ですよ。1万いくだけですごいからね。僕はもうわかる。では 0.5 倍速、サイゴン選手対旅人先輩選手。お、HP 的にはサイゴン選手の方が300ほど多いですね。来ました、手法。キラキラしてます。キラキラしてるやつはね、強いんですよ。ハグリッドデッキに強化されてるやつはですね、キラキラしてます。はい、オパグノ使いました。チャン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 。おー、いいダメージ。
ただ回復しますよ。エクスパルト。そして次はネビラス。そしてサンダースタムが3になったので使いました。あ、ここでは仲間カードまだ使わないんだ。どのタイミングで使うのがベストなのか。あ、なるほど、相手が仲間カードを使うのを待ってた説あるな、これ。なるほど、だとしたら面白い。やっぱ仲間カード、相手が何を持ってるかを分かってる状態で戦うってすごく重要ですよね。だってハーマイオニー出して速攻であのロンにさらわれたら悲しいですもん。次多分サンダーストーム出すときにハーマイオニー使うんだろうな。見てて、間違ってたらはずいけど。でなんだかんだでだいぶ HP、 あ、来た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 よー。これそろそろね、こいつら消したいね。ロンがずっと生きてるの嫌だね。オパグの、あー、やっぱね、相手は狂う仕様で。ワンチャンこれだって回転率いいから、もう一発雷打つみたいなこともできそうだもんね。それは相手も急いで狂う仕様で消してくるわ。惜しい。ああ、素晴らしい素晴らしい、すごいね、綺麗な倒し方。え、あっという間に HP が、あっという間、すごいですねこれ。めちゃくちゃ強いサイゴンさん。さっきちょっとね押されてたんですけど、気づいたらもうこんな半分ぐらいまで HP 減ってますよ。出ました、ピエール。怖いね、しばらく雷は出てこなさそうですね。エクスパルソ、バーン、124、いいダメージ。あ、次雷くんのか。はいはいはい、瞬間移動しますからの、ネビュルンですね。まあでも入ってきちゃうな。いつ雷使うんだろう。もう魔力はマックス。はい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 、おっと、セクタムが若干もったいない感じだったけど、まあまあまあ。うおー、すごい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 、サンダーストーム、サンダーストーム結構連続で出しますね。で相手はクルーシオで、お、だいぶ HP に差がついてます。大丈夫でしょうか。相手もねものすごい勢いで攻撃してきていますね。お、ピエルトータムロコモーターが出た、珍しい。8回呪文使ったのか。そっか、確かにミネルヴァと相性いいな。こんだけ回転率がいいとめっちゃ魔法使いまくると、あの8回使うとねピエルトータム出ますから、確かにそりゃいいわ。セクタム、サンダーストーム、いいね、サンダーストーム使うね。うわー強い。ただ決定打にはならず、旅人先輩もだいぶ HP 減ってきましたね。てかサンダーストーム何 ?50 ぐらい食らってる、56も食らってる、いかついな。やばい、クルシオ来た、やばいよ、結構食らってるよ。ただ移動できない、やばい、やばい、どっちが勝つ、おい、ギリギリ残り16、やばいっすね。今数えたらサンダーストーム7回発動してましたよ。7回。じゃあちょっとね、僕も試しに使ってみようと思います、この回転率重視サンダーストーム。ケイヌコさん、あなたは生贄だよ。やってみましょう。ふんふんふん、
まあ、とりあえずねミスっていくよね。よしよし、やん。あ、燃えてるよ。よしよし、ちょっと待って、あ、べべべ、ミスったミスった。これ出しといて、どうや。回転率、回転率やばい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 、やばい、ミスった。あー、ミスった。くそー、いろいろとミスってますが、ただ着実にダメージを与え続けている。なかなかじゃないですかこれ。わお、お行きなさい。めちゃ強くね。もう終わるぞ。強っ、強っ。ちょっとさっきのは偶然だったかもしれないので、お、ちゃんと20連勝してる猛者ですね。この人に通用するのか、チャレンジ。とりあえずね、挨拶代わりのニンバス。そう来ると思ったよ。ギャフーン。エクスパルソ。分かった、アダム。ベストに過ぎないわ。サンダーストーン。いいぞいいぞ。困ったな。とりあえず。よしよし。本には書いてないわよ。結構あれだね。難しいね。あ、消えちゃった、オパグノが。Oh my god!方が間違っていますよ。オパグノ、雪玉。こりゃ強いわ。強いね。強い。これ2対2とかでも大活躍できんじゃないかな。ただまだ召喚系と出会ってないな、あんまり。3人目、オクソン。エクスパルソ、ケンタウルス。オパゲノ、ニンバス、モンスターブ。やったな。分かった、アダのテストに過ぎない。これでいい具合に来てくれればいいんだけどな。あー、やっぱ難しいね。2発雷打つのは結構難しい。ちゃんとオパグノが無駄にならないようにね。あ、間違えた。もうすでに、まあいいか。強いなあ。大丈夫、任せといて。始めましょうか。ネビラ
なか思い通りにはいかなかった。高速インフラート。雷が3になったら速攻使わないとダメか。もったいないな。強いなぁ。俺普通にランクで使える説あるなぁ。ほら負けないもん。強い、めちゃ強いなこれ。あーケビンだけ欲しいな。ケビンだけこの辺か。来いケビン、ケビン。はーい、まあ何でもいいですよ、もらえたらありがたいですね。いやめっちゃ良かったな、めっちゃ強かった。これでサンダーストームの共鳴プラス2つければランクでガンガン使えるね。うん、めちゃくちゃ強い。これ超おすすめ。なんか使いやすいし、このコスト2を使いまくってこのサンダーストームが3になったら使えばいいんだから。で3になった後にこのコスト2を使っちゃうのはもったいないっていうのがプレイしてみて分かった。うん、まあそれはねやる前から分かってたんだけど、どうしてもプレイしてるとね使っちゃうんだけどね。はい、まあ、とにかくガンガン使っていく。ガン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 。だってこれは俺のレベルだとしても31ダメでしょ。31ダメかける15でしょ。ちょっと待って計算してみるよ。31かける15は465かける7、7回サンダーストーム使うことによってダメージが3255。なるほどね。しかも撃破するためにダメージ上がるし、5体撃破すると全体攻撃になるから、この3255以上のダメージが見込めるわけだ。熱くね？めちゃ熱いぞこれ。だから共鳴でサンダーストームプラス2をつけてレベル13のサンダーストームを持っていけば俺も日本のトップに立つことができるかもしれない。いかつ。なんかプレイしててめちゃくちゃ楽しかったもん。ガンガン倒せるから HP の残り具合がとんでもなかったね。はい、というわけでね、今日はこんな感じでハーマイオニー・グレンジャーのサンダーストームバンバン打ちまくるデッキでございました。いやー、もしね少しでも気に入っていただけたらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後にね、サイゴンさんの戦いをさっき 0.5 倍速で流してたので通常速度でも流しますので最後まで見ていっていただければと思います。ではどうぞ。ピエルトータムロコモーター、オパグノマタゴエクスパルソネビュラ浮遊爆弾サンダーストーンニンバス2000オパグノ。みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ。エクスパルソモンスターブックマンティコアダンスポートキー、ニンバス2000。ただのテストに過ぎないわ。オパグノ。悪いな、僕はここまでだ。本人は書いてないわよ。セクタムセンプラ。ピエルトータムロコモーター浮遊爆弾ポートキーモンスターブックネビュラスマンティコアダンス三等剣。安心して、私が守っておくよ。エクスパルトセクタムセンプラ
ニンバス2000サンダースコーン。次はもっと頑張るから。エクスパルソインセンディオオパグノエクスパルソニンバス2000ピエルトータムロコモーター。セクタムセンサンダースコーン。ネビュラスマタゴエクスパルソオパグノニンバス2000三等級。こんなにも負けなく負けるとは。サンダースコーン。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。